なんかアンパンマンに出てきそうやね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで多分ね、もうローンの分のお金が貯まったと思うけん、ちょっと私は支払いに、ジャスティンまだいたのね。さあ、今日は何か落ちてる？木の苗。なるほど、オッケー。で、ちょっと引き出し。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。6日連続ボーナス250マイル。あ、そういえば今日何も届いてなかったなって思ったけど、その場でゲットできるレシピを引き出しとったんか、前回。ちょ待って、ATM。ほら、多分いけるやろ。ローンの返済。預金から。とりあえず全額。そして、所持金から、全額ってやったら払えるかな。オッケー。ふぅ。それでも手持ち、8000ベル残っとるけんね。やったー！おしずえさんが拍手してくれよる。おうちのローン全部払い終わった。払い終わったよ、たぬきち。たぬきち。窓の外眺めよる。みんなの釣り大会の様子でも見よったんかな。どうもどうも、アイナさん。おうちのローン全部払ってくれてありがとうございました、ダナも。ちゃんと払ってくれたってことは、やっぱりその、今のおうちの広さじゃ物足りなかった？そういうことなら心配ご無用、ダナも。アイナさんのおうちをさらに増築して、今度はお部屋を増やすことができる、ダナも。部屋増やしたい、めっちゃ増やしたい。詳しいことはまた、時間のある時に相談しちょうだいね。いや、今相談に乗って。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？マイホームの相談。マイホームについて、ついての相談だもんね。どういった相談だのも？増築したい。そうね。今のアイナさんのお家ならお部屋を増やすといいと思うんだもん。奥にお部屋を増やしちゃえば印象は変わることなくスペースが増えて工事費用も抑えられるからおすすめだなもん。34万8000ベルのローンを組むことになるけれど、いかがだもん？お願いします。また高いけれど。オッケー。じゃあ工事の手配を進めるからね。明日の朝には完成するから、お楽しみにだなもん。たぬきマイル交換。さあ、マイル。何をゲットしようかしら、今回は。ソーラーパネルとか多分、浜辺にいいんじゃないかなと思うよね。あの、右側の浜辺とかに置きたいんやけど。ソーラーパネル。どうかな？サッカーゴール。サッカーゴールとかもいいなって思う。でもこの辺ちょっとマイルが高いけん。とりあえず、電柱、ビーチの監視台、お菓子の自販機。世界の道しるべ。違うなぁ。レンガの壁。レンガの壁なんかめっちゃいいね。かわいい。いや、今回はちょっとマイル旅行券だけにしておこう。マイル旅行券は2000マイルになります。交換いたしますか？します。マイル旅行券をプリントしています。ちょっと今回こそ可愛い子がおることを期待して旅行に行ってきたいと思います。いや、他は大丈夫。ご利用ありがとうございました。さあ、ということで出発しよう。さあ、ゴーゴーゴー。あ、なんか掃除してくれよる、マミーさん。次回の釣り大会が待ちきれないですね、ダフン。あ、なんか格好まで変わっとる。ジャージに帽子スタイルじゃなかった？は、みんな帽子を脱いでいるのね。釣り竿を振り回しすぎて腕がパンパンだ。へへ、こりゃ、明日は筋肉痛かもな、でっさい。嬉しそうだね。筋肉痛になるというのに嬉しそうじゃないか、全然。さあ、ちょっととりあえず、私は島に出発していきたいと思います。まだ誰もね、制約済みになってないけん。出発。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。びっくりした。何が動いたかと思った。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。カバー？グッドラック。なんかちょっと、あれかな。あ、横向きの滝のところか。なるほど。まあ、そんなに変わった感じの島ではない気が。
ちょっと待って、このでかい魚影がちょっと気になる。おいで。またなんか衝撃的なもの釣れんかな。ちょ。でも釣り大会の時にはジャスティンさ、大会中しか買い取ってくれんのやね、魚。普通に買い取ってほしいんやけど。かい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 。鈴木か。まあ、やっぱりね、リュウグウの使いの時に比べて、コントローラーの震えが全然違うんよね。魚影の大きさは結構大きいんやけど、って感じ。なんかあんまり震えんなーみたいな。来い来い。あ、しきた。タイヤ。ほら、なんか無人島でね、めっちゃ釣れるんよね。そのうち、車のレシピ思いついたりせんかな。あ、これは遠いんですけど、こっちに来てくれる？あ、これは、ちょっとバックしていただきたい。あ、こっちにもおるやん。おいでおいで。こっちの方が若干ちっ、これ卵じゃない？これ卵じゃない？違う？ほら、もうなんか卵っていうのがわかるようになってきとるもんな。おいでよ、そこのお魚。あ、これ来るわ。来い来い来い。はい、来たー。これは？うえい！ちょ、待って、気持ち悪い。リュウグウの使い来た。若干震えでかいと思った。これは？え、てか、そんなポンポン釣れるもん、リュウグウの使いって。私、飛び盛りで一回も釣ったことないよ。一回も釣ったことないよ。まあ、一応、あれかな、珍しい魚が釣れる島ではあるってことなんかな。その、ポンポン釣れるわけではないけど、一匹ぐらいは珍しい魚が釣れるみたいな。来い来い来い。あ。あ、ミスった。ちょっと、真ん中のさ、川のところでもなんか釣れるかな。びっくりした、通れんのかと思った一瞬。なんかアンパンマンに出てきそうやね。カバオくんみたいな。でも多分女の子かな、あれは。こっちに来ておくれ。池小さいな、結構。タイヤ。またタイヤ。お、このタイヤ何かに使えるかも。車じゃない ?DIY のレシピを思いついたよ。どや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 。え、違う。積まれたタイヤ。え、でもさ、もう一個ぐらいタイヤ釣ったらなんか多分、だってこれ多分、三つ目ってことやろ、タイヤ釣ったのが。やけん、三つ積まれたタイヤなんやないん。あと一つ釣ったら、四輪ってことで、車思いついたりとかせんかな。あ、タイ来た。タイを釣り上げた、こりゃめでたい。よいしょー。あ、さらに上もあるんやね。やっほー、なにちゃん、ちゃこちゃん。こんなところで誰かに会えるなんて、運命感じちゃう、なんてね。はじめまして、あたいちゃこ。あんたも別の島から遊びに来たんでしょ？へー、アイナ島のアイナちゃんって言うんだ。これも何かねえんだしさ。短い間だけど、仲良くしてよ、デカンス。デカンス？え？語尾。語尾が強烈なんですけど。そういう感じなの。君は、焚き火が邪魔だな。焚き火の位置が邪魔だな。ちょ、待って、おいでおいで。あ、あっち側にも魚影あるね。上におる魚も、大きめの魚っていうのが。ちょ、待って、全然、距離感が、この辺か？違う。この辺か。さあ、来い。あ、一発やん。どうや、タイヤ。車は？車。思いつかない？思いつかんのかーい。思いつかんのかーい。おーい。おっしゃー、ということで。まあ、売りに帰りますか。ここにいたのはチャコちゃんということで。名前合っとるよね。違うかな。そんな名前あったような気がする。
よし、行こう。待って、こんなところにも魚おるんやね。釣れるのは、まあ、同じような種類かな。ちょっと気になるけん、釣る。おいで。キャプテンロドリーは反応はしてくれんのかな？え、気づけよー。気づけよー、おい。ちょっとロドリー邪魔なんやけど。この辺か？あ、よし。来い来い来い。お、お、お。はい、来たー。どうや。おい、え、なに？カジキ？あ、反応してくれた。ん？これは。カジキを一本釣りだ。どんな問題？あ、ポケットいっぱい鈴木逃がします。当然のごとく鈴木を逃がします。やってよ、カジキ捕まえた。しかもちょうど釣り竿壊れたし。イエーイ。やったね。帰る帰る。よかった、あれ逃さんくって。あれやね。寄贈しよう、カジキは。でも値段も調べとこう、とりあえず。はい、オッケー、帰ります。もう十分満喫した。出発。どうも。で、ちょっとカジキの値段だけ調べてくるね、私。ジャスティンはなんかもうね、次回の釣り大会もお楽しみに、みたいなことしか言わんなっとったけん。あれよね。ほら、次の釣り大会もお楽しみに、買ってくれんのよ。クーラーボックスには何も入ってないみたい。ほら、もう買い取りを一切してくれない。いくらになるかな、カジキ。どうもー。アイナさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？ってことで、とりあえず、中でやったらね、ちょっとこのやりとりがめんどくさいなっていうのはあるけど、外の方がだって安くなるって言ってやんか。けん、ここでちょっと一旦値段を。いくらですか？はい、カジキ。おぉ、1万ベル。なるほど。うん。まあ、とりあえず、うん。うん。売りたくはあるけれど、寄贈するから、その他のやつをちょっと買い取ってね。買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。結構な値段になると予想。はい、この辺ね。いいんじゃなかろうか。どや。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計16,800ベルでのお買い取りでいかがでしょうか。おー、いいね、いいね。売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで、カジキを寄贈してきます。寄贈します。釣り上げてきたよ。でっかいカジキを。はい、これ。カジキ。どうぞ。そんな中に収まるわけないや。何？切り刻んだの？ほ、これはどこからどう見てもカジキですね。よろしければ、カジキについてちょっと解説いたしましょうか。聞かせて。喜んで。カジキはですね、角のある独特の形と、鱗のない体が特徴的なマグロの仲間です。鱗ないんや。角も含めると、全長は4メートルを超えるとも言われていまして、クジラと喧嘩したりもするそうですよ。そんな攻撃的なところも魅力になって、スポーツフィッシングの世界では大人気なんですよね。スポーツフィッシングとかいうのがあるんや。競技それ。まあ、スポーツやけん、競技かな。ありがとうございました。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？あ、もう大丈夫。そうですか。では、自由にご見学ください。結構、大物がいっぱい、になったんじゃない？良きだね、良きだね。やっぱなんか珍しいのが取れたりとかしたら、テンション上がるね。で、まあ、明日の朝には、私の、家の、部屋の数が増えるということで、イースター仕様にするのが楽しみ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
そのうちあれやね、サメとかも釣りたいなってめっちゃ思う。今のところまだ一回も動画外でも発見したことないけんさ、